はい、皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、ペイペイ不正利用で初の逮捕者、約35万円を騙し取るということで、お伝えしていこうと思います。はい、ということで、今回はペイペイで初の逮捕者が出たということでしたので、こちらの記事をピックアップさせていただきました。毎日新聞からで、ペイペイ不正利用、愛知県警が全国初摘発、PC など差し容疑で、栃木の男逮捕ということで、こちら記事を読まさせていただくと、他人のクレジットカード情報を不正登録したスマートフォン決済アプリ PayPay を使って家電量販店から商品を騙し取ったとして、愛知県警は22日、栃木県無職平山容疑者21歳を詐欺容疑で逮捕した。愛知県警によると PayPay を使った詐欺事件の摘発は全国初ということですね。まあ以前も、まあクレジットカードが不正利用されたニュースで少しまあ話題にはなったんですけども、まあついに逮捕者が出ちゃったということですね。まあちなみに記事には少し続きがありまして、逮捕容疑は2018年12月の10日他人のクレジットカードを支払い先に設定したPayPayアカウントを使い、名古屋市の家電量販店からブルーレイレコーダーとノートパソコン、これで約35万円を騙し取ったとしているということですね。で、この容疑を認めているということで、平山容疑者は頼まれて商品を買いに行った、雇われたなどと話しており、全国で同様の被害が相次いでいることから、組織的な犯行として見ているということなのですが、いやー、こんなことしてもって感じですよね、本当に。けどまあ、これが組織的にやってるとなると、まだこんなことしてるのかって人たちがいると、まあ少し不安ですよね。そして、今回、他のクレジットカード、他人のクレジットカード情報を入手して、どこで使ったかっていうのは、もうしっかりと、後が残るのでもうバレるに決まってんじゃんって思っちゃいましたね、僕は。それに今回は、まあ、PayPay のセキュリティというよりかは、この他人のクレジットカードというのがすごい引っかかりますね。まあ、その流出してるのか漏れてるのか。なので、まあ、PayPay のセキュリティがどうこうというよりかは、もうこの人がどっかでこの情報を持ってきたのではないのかなとは思いますね。ちなみに、PayPay の公式ページのお知らせというところを見ると、まあ5月22日、もうつい最近更新されていまして、まあクレジットカード取引におけるセキュリティの改善状況についてということで、2018年12月に実施した100億円あげちゃうキャンペーンでの不正発生率は 0.996% でしたが、2019年1月に本人認証サービスを導入した後は 0.003% に減少し、2019年2月より実施した第2弾100億円キャンペーンでは 0.0004% に減少したということでしたので、あまりこう、なんかこう、現実味がない数字なんですけども、まあ見る限りはセキュリティは高くなってますよということをまあ示したいということなんだとは思いますね。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。まあ、今回 PayPay で初の逮捕者が出たということでしたので、まあ、何かご意見などあれば下のコメントなどいただけると嬉しいです。ということで、このチャンネルがいいなと思ったらグッドボタン、あとはチャンネル登録、あと Twitter もしてますので Twitter のフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。